様です。お疲れ様です。もう増してるじゃないですか。もう増してるな。あ、一応増してる、はい。もう早速増してるじゃないですか。はい、今のトラフグせんべいを持ってきていただきました。はい。今日は MR2 なんですね。そうですね。あの、はい、もう実は北海道に車旅立ちました。ああ、そうかそうか。はい。で、来週ダートラなんで、はい、ちょっとダートラ車を取るわけにいかなくてですね。はい。はい、もう車がないって言ったら、あれって。はい。今日はですね、はい、ちょうどよかった、昨日、おととい、はい、LINE でお送りしましたけど、はい、ありがとうございます。レーシングスーツが到着しましたので、ありがとうございます。ちょっと今から案内しましょうか。はい、入るかな。誰も見てないですから。開封の儀でございます。あの、川野くんも見てないよね。私もまだ見てないです。見てないですか。開封の儀です。すみません、ありがとうございます。開けさせていただきます。じゃ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 ということで、はい、はい、こちら、はい、あ、よいしょ、青ですね。青です。はい、はい、こういったスポンサーロゴをふんだんに入れていただきまして、こういう形になっております。はい、はい、じゃあ今から早速じゃ試着されてみますか。入りますか。あの、2つのカテゴリーの優勝は誰か先こだわったんですか。1週間先にやられたんですね。1週間先にやられたんですね。そうなんですよ。で、あー、なるほど。で、ただ同一年度で抱かれてたんですね、はい、YouTube を見てて、ね、そうなんです、はい、同一年度っていうのはいないらしい、はい、なるほど。あー、これまたこう色のこうコーディネートがいいですね。完璧ですね。いいですね。いいですね。この、はい、こちらシューズが、はい、チャンピオンらしい、はい、いただいてもよろしいですか。これをちょうどありがとうございます。はい、ありがとうございます。かっこいいそのありがとうございます。本当社長のセンスの塊です。第3戦、はい、循環の、はい、細木さんの言葉で言ったら、はい、一番最後はビリって言うんですかね。ビリ名飯の前がまあビリでしたね。はい、はい、それから一気にトップに返り咲いて、はいはいはい、もう感動の動画でした。もうそのやるなら行くぞみたいな、行くなら行くぞみたいなですね。もうさすが自称、ミサイル、ね、短距離弾道ミサイルですね。あれはダートならではの走りなんですか。いや、まあでもギリギリ攻めて、はい、うん、まあ、確かにギリギリは攻めてるんですけど、ある程度やっぱこう前線からももうこう成績というか生タイムですよね、リザルト上はダメですけど、生タイムはまああの上位陣に絡めてたので、まあ普通に走って帰ってくればっていう思いはありました、やっぱり。はい、やっぱその中でもそのダートラってこうがむしゃらに行くんですけど、がむしゃらっていうことでもないですけど、ジムカーナの方がやっぱ冷静に走ったんですよね。はい、あのここをこうしないといけない、あそこをこうしないといけない、でその一つのカーブだけじゃなくて3つ4つその先のこうつながりを考えて走らないといけないので難しいなと思いますね。うん、はい、でまた今回も1本目だったつもりで、うん、もうやばいかなと思ったんですけどね。さすがそこからですね、もう本番の強さっていうのはですね、あ、もう持ってますね本当。まあ、今回は本当、まあ、運もありましたね、やっぱり。あのやっぱコースがすごいこうテクニカルなところがですね、やっぱこう、ジムカーナ独特なんでしょうけど、走りのリズムを変えられたりとか、まあ、パイロンが目で見えないところに置かれていたりとかですね、はい、まあ、あのしっかり公開練習なり、感情方向で歩いてやらないといけないという中で、まあ、もう、やっぱコースを覚えるというよりも、コースを攻略するのにいっぱいいっぱいの中で、いかにこう、やっぱ道具をうまく使って戦うか。なので、まあ、そこで、まあ、車、LSD、サスペンション、エンジンパワーだったり、いろんなものがやっぱ作用して、戦わないといけないので、もう車のことを考えるというよりも、僕たちはコースのことを考えているので、まあ、もう本当にドライバーとしては、車、物ですね、パーツにまあ助けられて成績が出る、まあ、ドライバーだけが速くてもダメだし、物も良くないといけないという中で、やっと順番で成績が出たなという、はい、光栄です。はい、まあ、前回は感覚も75度に入れて走っていただいてたんですけども、はい、まあ、そこから、ちょっとトラクションのかかり方に対しても、
中の構造を変えてですね、ちょっとモデファイしたわけですけども、はい、まあ、ですから単なる感覚を変えただけではなくて、そこに、まあ、スプリングで、まあ、イニシャルをかけるものから、はい、コイルスプリングと、はい、あとは、サラバネの合わせ技でちょっと特性を、ね、変えたと思うんですけども、はいはい、そこに対しての変化っていう、まあ、感想も含めて。そうですね、まあ、やっぱり動画を見ていただいたらすごく分かると思うんですけど、やっぱこう FF でこうターンをしっかり決めるっていう、その小回りですよね。あそこがやっぱデフがもう効かない限りはやっぱうまく走れない。まずそこがジムカーラーの難しいところでして、やっぱこうあの短い時間の中にもハンドルを切ってアクセルを踏んでこうデフがロックしてサイドを入れてるので、そのコンマ何秒の世界の中でやっているんですけど、そこのドライバーのフィーリングとデフの動きですよね、それがもうやっぱりこう今ドンピシャできている。あ、ですか。はい、はい、で、まあ、1速、2速、3速のどのコーナーでも、まあ、デフの使い方っていうのもあるんでしょうけれども、やっぱり車がどんどん前に出ていくんですよね。これがまあまあ3つまで来ている。で、まあ、その減速側に関しては、まあ、ダートラー車の時からそうですけど 1.2 ウェイで思い切った突っ込みをどんどんしていけるので、減速側も少しだけデフが効いてくれる。これが、まあ、思い切った突っ込みをできる一つの要因じゃないかなと思います ね、 ですね、はい、まあ、そこはいい方向に行ったかなと思いますね。はい、まあ、最初はやっぱりそのトラクションのかかりっていうところで、まあ、感覚にものすごくこだわって、そうですね、まあ、一般 の、 そのストリートの45間から55、はい、60、65、もうここまでいけばもうちょっと物理的にそうです、ね、もう金属破壊されてしまうっていうところまでの、はい、もう鋭利な感覚のところまではやったんですけども、はい、まあ、確かにトラクションがかかるようになったんですけども、はい、やっぱこう曽木選手のこう最初のこう踏み始めのこうかかるレスポンスっていったところの、まあ、ドライバーのちょっと繊細なところの欲しいところの、こう来て欲しい時のその最初のレスポンスっていったのがちょっとうまくいかなかったところなんかもありまして、ちょっと構造的なものをですね、はい、変えていきながら、まあ、今回ちょっと新しい機構でちょっとモディファイした中で逆にちょっと感覚をちょっと落として、はい、そこちょっと合わせ込んだ LSD で走っていただきましたので、はい、まあ、そこで、まあ、70と65の、感覚を変えることで、まあ、ダートラよりとあとジムカーラよりというところで、はい、まあ、ちょうど商品の方もリリースも整いましたので、はい、結果もね、しっかりと出していただいて、はい、あとはまだネットショップの方もですね、はい、準備の方はできておりませんけども、はい、あそこの LSD ってどうなのっていう、はい、まあ、そういうところから、まあ、ストリートではいいかもしれないけど、はい、まあ、実際競技の場ではですね、歯が立たないという LSD ではちょっとそこを、ね、認めていただけない部分もあるんではなかろうかというところで、まあ、今回しっかり、成果を上げていただいたというところでリリースの方を改めてさせていただきたいと思っております。はい、はい、はい、まあ、ダートラの方もですね、今、大好評いただいてまして、はい、とある、北海道のお客さんからも非常にいいという評価をいただいてまして、逆に今までのデフとは足回りを変えないともう乗れなくなるぐらい、はいはい、それぐらいもうトラクションデフで、やっぱこう車速がどんどん伸びていく、コーナリングスピードが上がっていけば、やっぱりその、ダンパーセッティングなり、ダメレートなり、いろいろなものを見直していかないといけない。それはもう速く走る上ではやっぱり必要なもので、もう仕方ないんですけれども、やっぱりこう、ワンランク上の走りができるからこそ、そこの悩みが出ると思うんですよね。なので、それをやっぱりこう、ジムカーナーの今の65度だったり、45度もあるんですかね。45度の我々が鈴鹿号で45度乗りましたけれども、はい、ああいうこう、少ない打角のところで走る分にはやっぱ45度すごい非常にいい、はいはい、動きを出してくれてたので、それぞれこうステージに合わせてもいいでしょうし、そうですね、間を取るということで、いろんなところ走るのも、バリエーションとしてはカバーできるんじゃないかなと思いますので、そうですね、ぜひぜひ、はい、まあ、本当にいいミニサーキットから、まあ、ストリート国際サーキット、まあ、ジムカーナダートラ、あらゆる、まあ、ラリーのステージもそうですね、あらゆるステージで使える非常にいい道具だと思いますので、ぜひ、はい、皆さんにも体験していただきたいですね。はい、次の4000になるんですけど、はいはい、あとその抱負とこう、はい、ちょっと狙いどころといいますか、そうですね、はい、まあ、今
今年その同一年度のジムカーナダートトライアルの、まあ、単独の優勝ですね。これはもう今の、本当皆さんに快挙と思っていただいて、史上初ということで達成できたんですけれども、やっぱこう一番の目標は、まあ、同一年度シリーズチャンピオンですね、はいはい、これもやっぱ達成した人はいない、うん、中でやっぱこう北海道第4戦5戦がまあ連続で、うん、土日であるんですけれども、ね、まあ、やっぱ走ったことがないコースなので、やっぱ金曜日のその公開練習からですね、どこまでまあ車両を合わせ込めるか、どれだけ情報収集ができるかっていうところをやっぱりこう重点的にやっていって、いきたいなと思うんですけど、まあ高速コースっていうふうに聞いてはいるので、はい、スイフト高速コースすごい速いんですね。まあライバルのスイフトに負けないようにやれればいいところにはつけるんじゃないかなと、はい、思いますので、はい、かっこいいね。そうですね、はい、よかった、そうびっくりしました、ちゃんとロゴが全部そうですね、はいはい、はい、一番大きくですね、そうですね、SDT ですね、はい、はい、ありがとうございます。後ろ背中にもありますよね、はいはい、そうですね、後ろもですね、はい、どっから見てもSROK 見えますので、ね、はい、まあ応援に来ていただいた方は大体こうレーシングスーツで私うろうろしてますので、はい、会場で見かけた方はですね声掛けいただければと思いますので、はい、一般人なんでうまい際はないんですけど声掛け、応援の声をお待ちしておりますので、はいはい、この動画を見てくれているC&C さんも、ね、はいはい、ちょっとこう、まあ、最後になりましたけど、今、土地とかですね、土地の売買とか人材育成という場で外国人就労者の支援をやられている企業さんがですね、この度、まあ、ずっとジムカーナを福利厚生でやってるんですけども、うん、まあ、チャンピオンの、まあ、今その、まあ、偉そうなことするとちょっといろいろジムカーナ の、走り方をこうちょっと教えてほしいとかでいろいろ私も携わせていただいている中で、このスーツに合うですね、このシューズまでこうですね、はい、はい、こちらですね、これですね、はい、プレゼントいただきましてですね、はい、これをもう北海道からこのワンツーでいきたいと思いますので、はい、はい、ぜひぜひもう本当C&C さんも鈴木さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、